韓国女優パクシネが近況写真を公開した。パクシネは去る15日、自身のインスタグラムにいたずらは諦められない。私の年齢、いつの間にか、OH、の、という文章とともに写真を投稿した。写真にはカフェを訪れたパクシネの姿が写っている。短くカットされたヘアスタイルで様々な表情を浮かべている。舌を突き出したり、顔をしかめたり、笑顔でカップを持つなど愛らしい表情を見せる。妊娠中に暖かい日差しの下でゆったりとした時間を過ごすパクシネの日常に視線が引きつけられる。2018年から俳優チェテジュンと交際してきたパクシネは昨年、妊娠とともに結婚することを公表。二人は今年1月にソウル市内の教会で結婚式を挙げた。IST エンターテインメントの超大型ボーイズグループプロジェクトザオリジン A、B、ORFAT に参加する審査員を発表。ソンギュ、ミンジ、JB、ジャストジャーク。俳優の東出翔大、所属事務所との契約解消が韓国でも報じられる。また女性問題。2020年には韓国でも活動していた唐田恵梨佳との不倫で騒動に。ドーピング疑惑ワリエワ選手の演技中継で、韓国地上は KBS&SBS が異例の沈黙。約3分間、解説者ら全員が言葉発さず。昨夜の北京五輪フィギュア女子SPで、